皆さん、こんにちは。STM32 マイコン体験実習セキュリティ編パート4です。パート4では、ペリフェラルと割り込みのセキュリティ設定の仕方を習得し、また、トラストゾーンでアイソレーションしたリソースへのアクセス方法であるセキュア呼び出しを習得します。演習3を始めます。 演習3では GPIO のセキュリティ設定とセキュア呼び出しを体験します。演習3では Exercise 3プロジェクトを使います。GPIO はリセット直後にすべてのピンがセキュアの設定になっています。ノーマルファームウェアで GPIO を使うには該当するピンをノンセキュアの設定にします。 この設定はセキュアファームウェアでしかできません。緑色の LED1 をセキュア GPIO に設定して、青色の LED2 をノーマル GPIO に設定します。どちらもノーマルファームウェアで5 0 0 m 秒前にトグルします。ノーマルファームウェアのメイン .c に LED1 のピンと LED2 のピンをトグルするプログラムコードが書かれていますが、 不備がありきちんと動作しません。この演習で期待通りに動作するように手当てします。手当てが必要な不備は2つあります。1つ目は LED1 に関する処理の不備です。ノーマル空間からセキュア GPIO の LED1 のピンに直接アクセスしています。このアクセスが不正なアクセスとみなされて、 ハードウェアに無視されて LED1 が点滅していません。二つ目は LED2 に関する処理の不備です。LED2 のピンもセキュア GPIO のままになっているため、ノーマルファームウェアでトグルしようとしても不正なアクセスとみなされて、ハードウェアに無視されて点滅していません。 これから進める手当は2段階の作業で構成されます。最初の作業で LED2 ピンをノーマル GPIO に設定して、青色 LED が点滅するようにします。LED2 ピンは GPIO の PB7 なので、このピンをノーマル GPIO に設定するには、HALGPIOConfig PIN Attribute 関数に GPIO PIN NSEC 引数を入力して、セキュアファームウェアで実行します。HAL GPIO CONFIG PIN Attribute 関数は、GPIO ペリフェラルのレジスターを操作するため、事前に GPIO にクロックを供給しておく必要があります。GPIO B にペリフェラルクロックを供給するには、HAL RCC GPIO B CLKEnable 関数を実行します。以上のプログラムコードの追加をセキュアファーム r m w の Main.c にある MXGPI を i ニット関数に追加します。このディレクトリにある Main.c を編集します。 セキュアファームウェアのメイン .c の224行目付近に MXGPIO ユニットの関数の実装コードがあります。この関数の末尾に作業1のスライドで説明した LED2 ピンの PB7 のセキュリティ設定を追加します。 このスライドは2つ目の作業の内容をまとめています。この演習3では LED1 ピン PC7 をセキュア GPIO として使う想定なので、ノーマルファームウェアからは直接アクセスできません。PC7 をトグルする処理をセキュアファームウェアに実装して、その処理をノーマルファームウェアからセキュア呼び出して使えるようにします。 セキュアファームウェアと同じソースディレクトリにあるセキュア NSC.C にこのセキュア関数の実装を追加します。その後、セキュア NSC.H ヘッダーファイルにセキュア関数のインターフェース宣言を追加します。ここまでできたらノーマルファームウェアで LED1 ピンをトグルしている実行コードをセキュア呼び出しに変更します。 このディレクトリーにある s e c u r n s c c を編集します。s e c u r n s c c の49行目から66行目付近まで、secure register callback というセキュア呼び出し関数がすでに実装されています。その直後に新しいセキュア呼び出し関数の実装コードを追加します。 セキュア呼び出し関数の定義が追加できたら、このディレクトリにあるセキュア e n s c h ヘッダーファイルに、セキュア関数のインターフェース宣言を追加します。40行目付近に別のセキュア呼び出し関数のインターフェース宣言があるので、その直後に LED1 をトグルするセキュア呼び出し関数の インターフェース宣言を追加します。最後にノーマルファームウェアにセキュア呼び出しを実行するコードを追加します。このディレクトリにあるノーマルファームウェアのメイン .c を編集します。ノーマルファームウェアで LED1 ピンを直接トグルする関数を 新しく追加したセキュア呼び出し関数に置き換えます。プログラムコードの追加が終わったら、バッチビルドでセキュアファームウェアとノーマルファームウェアをビルドして、マイコンにダウンロードして実行します。LED1 と LED2 が点滅するのを確認できたら、演習3は終了です。 次のページでセキュア呼び出しの要点を説明します。セキュア呼び出し関数を実装するとき、関数の戻り値の型宣言の左横に特殊な就職詞を付ける必要があります。また、セキュア呼び出し関数が引数を持ち、ポインターを引数として受ける場合は、 セキュア呼び出し関数内でそのポインターの検査をするのが作法になります。この例では、バッファーのポインターとサイズを CMSE チェックアドレスレンジという関数で検査し、問題なければ処理を実行するという作りになっています。CMSE チェックアドレスレンジ関数の振る舞いは次のページで説明します。 CMSE チェックアドレスレンジという関数は、ノーマルファームウェアがどんなメモリ参照をしようとしているか検査します。ノーマルファームウェアから渡されたバッファーのポインターとサイズから、アクセス対象となるメモリの範囲を把握し、ノンセキュアメモリからセキュアメモリを侵食する参照をしようとしていることが分かった場合、CMSE チェックアドレスレンジ関数は、ヌルを返します。 チェックの結果、問題なければ、引数として自分に入力されたバッファーのポインターをそのまま戻り値として返します。CMSENSEntry というマクロは、セキュアファームウェアの main.h ヘッダーファイルで定義されています。このマクロはセキュア呼び出し関数を実装するときに、 コンパイラーによる文法の違いを吸収するようになっています。セキュア呼び出しを実装する作法を簡単に説明しましたが、より詳しく学習したいときは、ハワム社が出版しているこのアプリケーションノートが参考になります。このスライドはセキュア呼び出しの仕組みの概略図を示しています。 セキュアファームウェアをビルドすると、セキュアファームウェアバイナリーだけでなく、インポートリブというオブジェクトファイルも生成されます。インポートリブは、ノーマルファームウェアが実行するセキュア呼び出しの足掛かりになる一覧表の情報を内蔵しています。その足掛かりになる一覧表、テーブルはセキュアメモリー上にあり、そのテーブルがある領域のことをノンセキュアコーラブル領域と呼びます。ノーマルファームウェアはセキュアメモリー領域の中でも、 ノンセセセセキキキュュュアアアアコーーラブブルル領域ににだけアクセスでできまますすテのの中にはセキュアゲート命令とセキュア呼び出し関数への分岐情報が並んでいますこの領域のデータは見ただけでは何のデータなのかわからないようになっています。ノーマルファームウェアからノンセキュアコーラブル領域にアクセスしたとき、まずセキュアゲート命令が実行され、ノーマルステートからセキュアステートに切り替わります。セキュアゲート命令をノンセキュアコーラブル領域で 実行した場合のみセキュアステートに切りり替わりますセキュア関数を実行し、その実行を終えるとき、BXNS 命令という特殊な分岐命令が実行されると、セキュアステートからノーマルステートに切り替わり、ノーマルファームウェアの呼び出し元に戻ります。演習4に移ります。 演習4ではセキュラブルペリフィラルと割り込みのセキュリティ設定を体験します。演習4では エククササイズ4プロジェクトを使いますこのファームウェアはタイマー2の割り込みで青色の LED2 のピンの出力をトグルしようとしています。しかしタイマー2のセキュリティ設定がきちんとできておらず LED2 が点滅しません。このできていないセキュリティ設定を訂正するという演習です。タイマー2をノーマル空間で使ってタイマー2の割り込みがノーマル空間のベクターテーブルに入るようにします。LED2 のピンはすでにノ ノーマル空間で使えるようにしてあります作業を始める前にセキュラブルペリフェラルをセキュア空間で使う場合の作法とノーマル空間で使う場合の作法を説明します。 このスライドは、ペリフェラルをセキュア空間で使うときの作法をまとめています。これから使おうとしているペリフェラルが、IS、i s q c のように通信インターフェースで GPIO を使う場合は、まず GPIO をセキュアに設定します。トラストゾーン有効の状態では、リセット直後から GPIO はセキュアの設定になっているので、特に何もしなくて大丈夫です。明示的に GPIO をセキュアに設定する場合は、この関数とこの引数を使います。次にこれ これから使おうとしているペリフェラルをセキュアに設定します。ペリフェラルをセキュアに設定するには、この関数とこの引数を使います。必要に応じてセキュアに設定したペリフェラルへの不正アクセスを検知できるようにします。セキュアに設定したペリフェラルの割り込みを使うときは、割り込みがセキュア空間のベクターテーブルに入るように NVIC を設定します。ここまでできたら、ペリフェラルをセキュア空間で初期化します。 このスライドは、ペリフェラルをノーマル空間で使うときの作法をまとめています。セキュリティ設定はセキュア空間でしか設定できないため、まずセキュア空間でペリフェラルのセキュリティ設定を調整して、ノーマル空間で使えるようにします。セキュリティ設定の調整が終わったら、ノーマル空間でペリフェラルを初期化して使い始めるという流れになります。 ペリフェラルをノーマル空間で使うときに必要なセキュリティ設定を説明します。これから使おうとしているペリフェラルが GPIO を使う場合は GPIO をノンセキュアに設定します。次にペリフェラルをノンセキュアに設定します。割り込みをノーマル空間のベクターテーブルに入るようにするには NVIC セットターゲットステート関数を使います。 ここまでの手続きをセキュア空間で実行してから、ペリフェラルの初期化はノーマル空間で実行します。以上がセキュラブルペリフェラルをノーマル空間で使うときの手順です。このスライドは演習4での作業内容をより細かくまとめています。まず最初に、 LED2 ピンの PB7 をノーマル空間で使えるように設定します。次にタイマー2をノーマル空間で使えるように設定します。その後でタイマー2の割り込みがノーマル空間のベクターテーブルに入るように NVIC を設定します。NVIC の設定について、まず最初に A の方法を試して、それができたら B の方法を試します。 LED2 ピンの PB7 をノーマル空間で使えるようにする処理をセキュアファームウェアのメイン .c にある MXGPIO ユニット関数に追加します。この処理は GPIO レジスターを設定するため事前に GPIO のクロックを有効にする処理も合わせて追加します。タイマーにペリフェラルをノンセキュアに設定して タイマーに割り込みをノーマル空間のベクターテーブルに入るようにする設定処理をテキュアファームウェアのメイン .c にある MXGTZC ユニット関数に追加します。期待通りに動作するようになると青色 LED の LED2 が1秒前に点滅します。 タイマーにペリフェラルの初期化と動作開始処理はすでにノーマルファームウェアに追加してあります。タイマーにペリフェラルのセキュリティ設定だけ追加します。このディレクトリーにあるセキュアファームウェアの main.c を編集します。 セキュアファームウェアのメイン .c の150行目付近から MXGTZC イニット関数の定義が始まります。ユーザーコード Begin GTZC イニット1というコメントがある箇所にプログラムコードを追加します。ここにタイマー2をノンセキュアに設定してタイマー2割り込みがノーマル空間に入るようにする設定処理を追加します。 セキュアファームウェアのメイン .c の224行目付近に MXGPIO イニット関数の定義があります。ここに GPIO-B ペリフェラルクロックを有効にする処理と PB7 をノンセキュアピンに設定する処理を追加します。 プログラムコードの追加が終わったら、セキュアファームウェアとノーマルファームウェアをビルドして基板に書き込んで LED2 が点滅するか確認します。演習4の最後に、パーティションヘッダーファイルを変更して、タイマーに割り込みがノーマル空間のベクターテーブルに入るようにする方法を試します。 まずセキュアファームウェアの main.c に追加した NVIC セットターゲットステート関数をコメントアウトします次にセキュアファームウェアの include ディレクトリにある partition ヘッダーファイルを編集してタイマーに割り込みがノーマル空間のベクターテーブルに入るようにしますこのディレクトリにある partitionstm32l552 xx.h を編集します。パーティションヘッダーファイルの427行目にタイマーに割り込みのセキュリティ設定があります。0がセキュアで1がノンセキュアです。今はタイマーに割り込みをノンセキュアにしたいので1にします。 実際の設定値はこのマクロになりますので変更し忘れないようにご注意ください。ビットの順序は一番下が最上位ビットで一番上が最下位ビットになります。パーティションヘッダーファイルの変更が終わったらセキュアファームウェアとノーマルファームウェアをビルドして基板に書き込んで LED2 が点滅するか確認してください。 以上で演習4は終了です。このスライドはリセット直後の STM32L5 マイコンの各ハードウェアのセキュリティ状態がどうなっているかを示しています。内部フラッシュメモリとペリフェラル以外はリセット直後は全てセキュアになっています。 パート4では ARM V8M トラストゾーンセキュア呼び出しを習得し、ペリフェラル割り込みのセキュリティ設定を習得しました。次のステップで STM32 Cube MX によるトラストゾーン対応ファームウェアプロジェクトの作成の仕方、およびトラストゾーンの無効化の仕方を習得します。パート5に続きます。 ご視聴いただきまして、ありがとうございました。